毎日ポジティブ、はい、ポジティブ歴19年スーパーポジティブティーチャー福寿でございます。さあ今日の話なんですけども、今日はですね、状況を確認して動くという話をしたいと思います。まあ、状況をね、確認することって非常に大切ですよね。今自分がどの地点にいるのかと、それが分からないのに闇雲に走ってもね、目標、自分の行きたい場所にはたどり着かないんですよ。で、この例としてすごくですね、僕が尊敬しているですね、リオネル・メッシというですね、もう最高のサッカー選手がいるんですよ。まあ、もちろん、ね、皆さんも知ってると思うんですけども、パロンドールというですね、この世界中その1年間で一番最も活躍したサッカー選手に与えるパロンドールというその称号をですね、なんと8度も、これは今までの全てのサッカー選手を含めてナンバーワンの数字の8度のですね、パロンドールを取った、もう神様といっても過言じゃないですね、リオネル・メッシという選手。この選手ですね、なんと試合中ですね、すごく歩いてるんですよ。普通だったらね、サッカーの試合っていうのはもうお互いの選手両方がもう走り回りながらですね、こうボールをですね、相手のゴールに突き刺すためにですね、チームとして動き回るんですけども、その中で一人ですね、歩いてる人間がいる。それがリオネル・メッシなんですよ。で、なぜリオネル・メッシが歩いてるのかというと、歩きながら相手のプレー、相手のポジショニング、相手の戦略を見極めてるんですよ。どこにスペースが空いてて、どこに罠が張ってあって、どこから攻めればゴールにつながるのかというのを頭の中でものすごく考えてるんですよ。で、自分がやるべき時になったらですね、歩いてた力を温存してたものを一気に爆発をさせて、そして得点を取る、ゴールを奪う、これがリオネル・メッシのやり方なんですよ。まあ、普通のサッカー選手だとなかなかね、そうやって歩いている余裕というのはないんですけども、まあメッシレベルになったらですね、もう常に戦況を確認しながら自分がどう動くか、そして戦況というのは常に目まぐるしく変わり続ける、変化し続けるんですよ。その中でどういう攻撃が一番相手にとって嫌なのか、一番相手にとって、ウィークポイントになっていくのか、まあ、それをですね、考えて、そして動いて、実際にそれをですね、ゴールまで決めるというのがリオネル・メッシ、まさに世界最高の選手。これっていうのは僕自身もそうなんですけど、お店を長く経営していくって本当に難しいんですよ。で、僕もですね、もう毎日自分の状況を確認してます。例えば、今月家賃の支払い、じゃあ自分の今住んでる場所の支払い、じゃあ今食材費いくらかけてるのか、お酒代いくらかけてるのか、まあそれ以外にもですね、固定費と呼ばれる毎月この、で、電気代のですね、まだ大体こう予測をしたりとか、まあ、ガス代もそう、水道代もそうですし、まあ、それ以外にもですね、こうお店を営業していくとですね、いろんなお金がかかってくるわけなんですね。で、もちろん税金もね、この月は住民税かかる、この月は所得税がかかる、この月は予定納税がかかる、いろんな税金もあるんですよ。まあ、それをこう考えて、じゃあ今自分がいくらここの貯金をしなくちゃいけないのか、いくら余裕を持たせなくちゃいけないのか、どれくらいの売り上げを立てればこのお店は利益が出るのか、みたいなことはですね、もう毎月のように考えて、で、この金額にじゃあ到達させるためには、じゃあいくらの利益を狙いに行かなくちゃいけないのか、実際ウーバードライバーとしていくら稼がなくちゃいけないのか、みたいなことを考えるんですよ。そうするとなんとかですね、その月無事乗り越えることができてと、まあ、その繰り返しが結果ですね、お店を継続させることにもつながっていくと。だから何が言いたいかというとですね、常に状況を把握することっていうのは非常に大切なんです。闇雲に走ればいいっていうものだけじゃないんですよ。俯瞰してですね、今のこの状況を自分と上から見る自分がいて、そして長い長期で見る自分がいて、短期が見る自分がいて、そうやって自分の状況を常に俯瞰して把握していくこと、そして俯瞰して把握しながらも、じゃあ次どう動くか、どういう行動がベストなのかというのをですね、考え続けることというのが非常に大切になっていく。これはお店を営業することだけじゃなくて、
まあ、家庭でもそうだと思うし、プライベートでもそうだと思うし、人間関係でもそうだと思います。まあ、全てに言えるのは、まず自分がどういう今状況を立ち位置にいるのかというのを把握し続けること、そして把握してし続けたら、今度は自分がどういう戦略を持って、自分が行動していくのかと、まあ、そういうでもう明確にここだと思った時に、いかにそこに全力を出せるのか、全力で走ることができるのかと、まあ、こういうふうに考えることって非常に大切であるというですね、これはリオネル・メッシがさんがですね、どう動いているかにもまさに現れているものだと思います。僕はこれをすごく重要だと思って、今日は皆さんにお話をさせていただきました。ということで、以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。